ルキウス2世は第166代ローマ教皇。イタリアのボローニャ出身。最初はルッカで教会法学者として活躍した。1124年に教皇ホノリウス2世により死祭数奇教に除任され、1125年から1126年までドイツの教皇施設を務めた後は教皇庁に勤務インノケンティウス2世の下で、 自重、司書に除任された。1144年3月に、先代のケレスティヌス2世が死去したため、後を継いだ。ところが、ローマで勢力を拡大していた、政治集団、コミューンと対立し、ドイツ王コンラート3世や、オートビル長のシチリアオールジェーロ2世に支援を、要請するも失敗。結局、自らの軍隊で、コミューンの拠点だった。 カピトリウム襲撃を指揮したが、敵の投石で重傷を負って間もなく死去した。自ら軍を指揮したことから、軍人強行と言われている。AB キリスト教人名辞典、P1827。AB 新カトリック大辞典編纂委員会、P1325。ABC バンソン、P99。スチュワート、P22、P123。 ありがとうございます。